ってる、特に発生しなかった、普通に普通に花あかねたい光クラリですね。これはクラリってきついが、安いが、まあ一応普通にダウン取って、起きない目、おっと暴発か、やはりあっちの台暴発しやすいのかもしれませんね。わかんないけど、なんかボタンの入力がちょっとなんかおかしくなってるかもしれないですけど、まあ、まあ、クソ店員がメンテしてくれなかったのでしょうがない。でもメンテ この前したばっかなんだけど、まあでもなんか急にこうおかしくなるときあるんで、もうなんかメンテしてもどうしようもないときとかあるからね、状態が古いのかもしれないって言ってる間に1本取ったのはクラリチェだが、2本目はアカネ優勢かと思ったが、あ、これは補正切り成功してる、そこにバストでカウンターヒットで、これはまだ残るでしょう。引き上がり、よし、やばれ、しっかりダウン取って、ここで2択かけに行ったが、しっかり避ける。おっと、ジャンビが裏回り気味に当たって、これはディビジョンはなんとか避ける。あっと、しっかり見てて、エリアルして1本取り返す、アカネ。最終ラウンド、ジャンビで、ジャンビで攻めてかかね。あっと、総裁のとこに、おそらく 5A で割れなかった。アカネの 5A で割れずに、総裁感覚のとこに引っ張られて引っかかって、いきなりごっそり持ってかれて、これはやばい。アカネが、あっと、割ってしまった。勝ったのは、未来さんのクラリーチェ。続いておいでなったのはアボペトラかな、アボさんのペトラ。あるツインエンジェル3ライノでただいま稼働中ですので、萌え豚さんたちはブヒブヒ言いながらご来店してください。超絶稼働中ですね。そうだね、大人気ですね、スイエンジェル3。まあ、リリカちゃんが可愛すぎるからな、あのぐらい。あれ、規制されるね、そろそろ。多分、アマルネスがちょっと、反応してしまう可能性が高い、とってもこう、社交性を煽る台なので、リリカちゃんが。リリカちゃんがなぁ、やっぱずるいなぁ、あの台っていうか、あのキャラ。ロリロリビッグはね、トドロキビッグだからね。恥ずかしくねえよ。いや、シマシマビッグとかあるからね。ドスロリビッグとかシマシマビッグとかあるからね。まあでもちょっとね、3になってかなりこびてますよね、3エンジェル3。まあ僕まだ1回も打ってないのにサントラを買ってしまうほどの大ファンなんで、まあなんとも言えませんが、まあ、僕も萌え豚勢なんで。おっと、これは綺麗に決めてガードできるか、ガードできる、ガードできないけど、暗い逃げが空投げからのバストで、おっとワンチャン作ったのか、めくった、ワンチャン来たか、ごっそり持ってく、ワンチャン作った、アボペトラ。さて起き上がり中段、おっ、あーっと見てなかった、ーっとギリギリ、え？
勝ってしまった、勝ってしまったっていうか、勝ったのは、勝ったのはなんだっけ、未来さんのクラリー、だからよくわかんないジャンシーで勝ってしまって、なんともう消化不足、このまま三立てされてしまうのか。ランゴン、フィオナ、クイタンさんのフィオナ、果たしてクラリーチェ捕まえられるかと言ってる間に帽子引っかかったが、カス当たりでコンボにはいけないと、これはなんか下段、途中の下段に引っかかって空中ビーツに当てて、赤いが、赤い中コンボするのも大事。何これ、え、僕たちすでに戦意喪失してしまっているのか。いや、ボタン効かないとかあったら言ってくださいね。あ、ちなみに試合中にボタン効かなくなったとかだと、あのこのゲーム再現するのが難しいんで、ラウンドだけですね、申し訳ないですけど。ただ今まで多分大会中に効かなくなったってあんまないんで、攻撃中は結構なんか面倒くさい感じになっちゃうんですけど、こちらはもうなんかローカルルールを勝手に適用してしまうので、てか結構店員の気分でもうなんか勝手に決めちゃうんで、まあしょうがないですけど、これはなんか刺さったらフィオナいけるが、あーゴーシーンとか暴れちゃう。これはまだフィクラリーチェ側もワンチャンあるぞ。あ、だからゲージがどちらもないけど溜まってる。痛い。ダンビーダメージ結構でかいんで、一本取られる、取られるって言うと出るっていうのはちょっとあんま良くないですか。どっちを応援してんのかも別にないんですけど、まあでも今日なんかみんなのなんか目標としてなんかおじさんチームを倒すみたいな感じになってるんで、まあぜひともって言ってる間になんかおしゃれなの決められて、おっと、これを耐えきれるかフィオナ、なんとか耐えた。クラリーチェはこのまま押し切りたいが、ワンチャン来たか、美味しいぞ、ダブルアップ。1万。これはまだわかんないぞ。だから、クラリーチェがまだ、あっ、あっと、おっと、おっと、あっ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 、大丈夫だね、これは。だが、まだどちらも、あーっと、クーナギ当たって、勝ったのは、未来さんのクラリーで、白ゴマチームの勝ちですね。今日非常に早いな。まだ全然1時間もやってないんじゃないこれ。まだ1時間もやってないっすね。まだ4時前だよ。